襲来です。人間の襲来です。しかも子供です。何？子供だと？さらにまずいな。みんな気をつけろ。わー、アリンコがいっぱいいる。えいえいかわいい。みんな大丈夫か？アツコ、確認しろ。名兵士長、なんとか全員無事です。危なかった。一平、まだ危険だ。あんまりうろちょろするな。すいません。そもそもお前はオスなのになんで働いているんだ？だって悪いじゃない、女の子ばっかりに働かせてさ。珍しいわね。働くのは私たちメスに決められた運命なのよ。どうってことないわ。そうかもしれないけど、今は共働きの時代だからね。変なやつ。ヘイ、あ、エイミー、ちょっと聞いてよ。この子オスなのに私たちに混じって働いてるのよ。まあ、はじめまして、僕一平です。よろしくね、一平くん。じゃあまたね。はい。ふー、ねえ、はあ、あなたわかりやすいわね。え、アリの一生って短いわよ。鉄は熱いうちに撃て。 Just do it。 思い立ったら即行動。エイミさん、まあ急がば回れとも言うけどね。エイミさーん。あら、一平くん、何？好きです、僕と。ごめんなさい、ごめんなさい、一平くん。私、夢を叶えるまでは誰とも付き合わないの。どうして？ミス羽アリコンテスト、年に一度開かれるあれよ。そこで選ばれたメスアリだけが運命のオスアリと結ばれてこの巣から飛び立つの。でもミス羽アリに選ばれるのは羽が生えたメスアリだけ。うん、知ってる。私、体もこんなに小さいし羽なんか生えてない。でもどうしても選ばれたいの。僕の羽をあげられたらいいのに。何言ってるの。羽はオスの勲章でしょ。いざって時に飛び立てなくなるわよ。エンジェルたち、今日もキャーキャーうるさいな。そんなに俺はかっこいいかい。かっこいい。エンジェルたち、わかってるぜ。やっぱり長政様はオスの中のオスだわ。エンジャは長政が好きなの？そんなこと言わせないでよ。ヘイペイ、どうしたい？今日もそんなしょぼくれた顔して。だからモテないんだぜ。いいんだよ、僕は。長政は相変わらずモテモテだね。まあね。いいかい、一平、一度きりの人生だ。せっかくオスに生まれたんだから、働いてばっかいないでもっとモテることを考えろよな。じゃあまたね。はぁ、腹減った。長政様、これ食べて。羽が生える方法か。そうだ。ついに完成したぞ、このロイヤルハニーが。これでわしもあと10年は生きられるかも。よし、うまい。博士、うわ、いっぱいいたのか。何飲んでたの？ロイヤルハニーって何？これは大人の食べ物じゃ。お前は関係ない。そうか。そんなことより博士に聞きたいことがあるんだ。なんじゃ。働きアリとメス羽アリってどっちもメスなのにどうして違うの？それはほぼ運じゃ。同じ部屋で生まれても皆に均等に食べ物が行くとは限らない。メス羽アリになれるのは運よく他のアリよりたくさんの食べ物をもらい大きく成長できたものなんじゃ。ってことは栄養をたくさんとって体が大きくなれば羽が生えてくるの？性は高くなる。わしも若い頃はよくレイコちゃん、あ、いや、女王様に花の蜜をプレゼントしたものじゃがな。花の蜜？そうじゃ。今ではあまり手に入らん。昔はその辺によく花が咲いていたもんじゃがな。花の蜜か。わかった、ありがとう博士。今年のミス羽コンテスト優勝者はエイミー。やったー、ついに夢が叶ったわ。ついに
想してたわけ？妄想じゃないわ。夢を見ていたのよ。エイミー、私はあなたが心配だわ。どうして？すっごく落ち込むことになるんじゃないかって。ありがとう。でも大丈夫。絶対大丈夫。知ってる？本当に、本気で、強く思えば、夢って必ず叶うのよ。そうなのか？本当よ。私が証明してみせるわ。サムネアリだ！気をつけろー！なんだって？エイミー、私行ってくるね！気をつけてね！ねえねえねえ、お願い！働きアリ20匹ぐらいちょうだい！うえ、ダメ！じゃあ、15匹でいいよ。これ以上はサービスできないな。断る！お前なんかには一匹たりとも渡さない！でも、俺らはお世話してくれないと生活できない種類だからさ。おーし。じゃあ、今日は5匹でいいや！しゃーなしやで。あー、腹減った。長政様、後ろ！え？この野郎！おい、見てみろ！捕まえたぞ！こいつの命が惜しければ、今すぐ働きアリをよこせ！させるか！おいおい、威勢がいいな。っておい、お前オスじゃないか。なぜ戦う？仲間を守りたい、そう思っただけだ。理解不能。よかろう、お前から潰してやる。うわー、うん、とりゃもう終わり、もう終わり、行っちゃうよ。おら、うわ、おら、おら、勝負は見えてきたな。覚悟しろ、今日は仕事奪ってやろう。何の騒ぎなの？女王様、侍槍が。侍槍？あなたが、まあ弱そう。あ？てめえ、まさかこの俺を侮辱したのか？だったらどうなの、サムちゃん。俺を侮辱する奴はいるさ。お前、俺様に勝てると。おまかしいわ。こういうやつはほんと口ばっかね。女王様、さすがわしのレイコちゃんじゃ。博士、みんなの前でレイコちゃんって呼ばないでって言ってるでしょ。もう仕方ないわね。さ、そこのサムちゃんを外に出しておいてね。はーい。で、長政様大丈夫ですか？おう、しかしちょっとビビっちゃったから腹減ったぜ。おーよ、ありがとな、エンジェルたち。キャー。さて、エイミー、手伝って。ちょっと待って。どうしたの？それより、ペイ君、大丈夫？僕は大丈夫。それより、薬箱を持ってきて。え？エイミちゃん、薬箱だ。どうして？こいつは、私たちをさらおうとしたのよ。でも、ほっといたら死んじゃうよ。でも、早く！命より大切なものなんかないだろ。はい。おい、大丈夫か？くそー、情けは無用、切腹させろ。する気もないくせに。まあそれだけ喋れれば大丈夫だ。一平くん、薬箱ありがとう。これでよし。もう二度と来るなよ。かたじけない。めいちゃん、彼を外まで送っていってくれないか？あなた、やっぱり変わったありね。わかったわ。一平とやら、借りは作りたくない。これをやろう。これは？花の蜜というやつだ。え？蜜？うん。昔、蜜蜂と対戦した時にもらったものだ。うまくて元気がつく。食べてみるといい。これ探してたんだ。ありがとう。そんなことは知らん。とにかく貸し借りなしだ。さらば。悪者のくせにカッコつけるな。いた。ぶたなくてもいいでしょ。ぶたなくても今いいところだったよね。なんでこんなに呼ぶつか。だから女が来たんだよ。やった。何それ？エミちゃん、はい、ん、これでエミちゃんの夢が叶うよ。さあ、これを食べて。そうすれば羽が生えてくるよ。え、ありがとう。後で食べるね。うん。1ヶ月後。ほれ、これが今回のミス羽ありコンテストの出場者じゃ。うんうん。え、この子って。そ
うじゃ、奇跡が起きたんじゃ。一平くーん。ああ、あつこちゃん。どうしたの？ご機嫌だね。じゃーん。あ、羽が生えてる。そうなの。なんで？どうしたら生えたの？内緒。お願い、教えて。しょうがないわね。特別よ。うん。羽の筒よ。長政様にもらったの。他の人には内緒よ。じゃあね。羽の筒。羽の筒。花の筒。花の蜜？まさか。残念だけど、運命ってものがあるのよ。そうよ。羽がないと飛び立てないじゃない。何やってるんだ。こっちに来なさい。エイミー。でも私、私。エイミちゃん、僕の羽をあげるよ。おい、一平。そんなことをしたらお前、飛び立てなくなっちまうぞ。僕は知ってるよ。彼女は優しい。お腹を空かせた長政に、自分の夢を叶えるために必要な蜜をあげたんだ。自分のためじゃなくて、人のために生きれる子なんだ。長政も一見チャラそうだけど、好きな子のために自分の大事な食べ物をプレゼントできる男なんだ。僕はみんなが好きだ。だからここにいることが僕の幸せなんだ。一平、羽のなくなったオスアリはオスとして生きてはいけなくなるのよ。いいんです。僕はエイミちゃんが好きだ。君の夢が叶うことは僕にとってとっても嬉しいことなんだよ。だからそんな顔しないで。一平君。エイミちゃん似合ってるよ。よかった、夢が叶ったね。やったー。よし、じゃあ今日からバリバリ働くぞ。ははははは。女王様、お願いです。私を羽ありとして認めてください。私、一平くんと飛び立ちます。え、わかったわ。え、エミちゃん、僕でいいの？一平くんじゃなきゃダメなの。でも僕、オスとしてはもう。一平、よくやった。お前にご褒美じゃ。ほれ、ロイヤルハニーじゃ。オスならばしっかり栄養を取ればすぐに羽が生えるじゃろう。博士。エイミ、その羽はあなたの努力の成果なのね。あなたを思ってくれる人があなたの頑張りを見て力になってくれたこと忘れないで。はい、エイミー。女王様、俺も。わかってるわ。プレイボーイも年貢の納め時ね。長政のパートナーはアツコよ。長政様。長政、よかったな。一平、お前もな。なんかみんなハッピーじゃな。やっぱりハッピーエンドが一番じゃ。もうレイコちゃん。もうみんなの前でレイコちゃんって呼ばないの？夢の続き見せてあげる。さあ想像の世界、明日へ広がるこの道を進もう。怖がらずに心の中からI'm not afraid to die.
魔法とか奇跡とか信じているかい。目まぐるしい日々の中で思いの力だけじゃやりきれないような辛い現実世界に生きてるけれど、時には泣きたい時も我慢して怒りを沈め、無理やり笑いなら元気こそ僕らの美徳。そんな切ない